皆さん、いつも、動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、今年もやってきました、栗の時期がやってきました。見てください、これですね。ちょっと見づらいと思うんですけどね、1キロでこれは M サイズなんですけど、結構ね、栗ご飯とかにするのにちょうどいいんですよね。冷蔵庫でちょっとね寝かせておいて、甘みを出して、これから、皮むきをして、冷凍保存して、で、あと栗ご飯を、作りたいんですけど、去年はですね、ここのね包丁でもう夜鍋して、ここに十文字を入れてもうこうやって剥いてたんですけど、後半になって疲れて、ここバシッと滑って手を切ったんですね。で、今年はねこういうことしないようにということでね、実は、こういう優れもので、またこれはまた新型なんですけどね、クリクリ坊主っていう名前がついてて、値段が約2000円ぐらいでホームセンターに買ったんですけどね、替えのね刃もついてるんですね。で、ギザギザ、今ね3個ぐらいもね切ったんですけどね、ここのギザギザと普通の包丁みたいに切れるところで、右側の方にギザギザを持って、ちょっとね1個だけ試しにね、本当にこれ使えるかどうかね、やってみたいと思います。あとですね、滑らないように冷蔵庫でね保管してたんでちょっと濡れてるんですけど、拭いた方がいいですね。で、こう持って、お尻の方からこっちから剥くときは、なんか渋皮煮をするとき、ここの尖ったところから剥いた方がいいんですけど、私は栗ご飯専門なので、お尻の方からすぐ行っちゃいますね。あとギザギザがあるんですけど、ちゃんとギザギザをこうやってもう、ちょっとこれ邪魔なので下に下げて、さっきね3個きび砂糖なんですけどね、うちの砂糖、うちでは白い砂糖は使わないで、お砂糖でまぶして、使う分だけジッパーに入れて保存します。さっきね測ったらね、慣れない時間帯で、約2分なったんですね。こうやって、もう最初からちょっと厚めに切ると、こうやってもう、これ便利ですね。考えた人すごいですね。すごく、刃も新しいということで、すごく剥けます。こんなね便利グッズがあったらね、去年苦労しなくてね買えばよかったんですけどね、ケチってね包丁でやってたら手切っちゃったんですけど、こんな便利なのがあったら、超嬉しいですね。で、今年はねちょっと農家さんの方に頼んで、M とL と LL があるそうなんですよね。で、大きいものが欲しい人はもう予約でいっぱいって言われました。で、私はブランデーにつけたりとかそういうものは作らないので、ほとんどご飯系に使うので M で十分かなと思って、やっぱりね、刃物は刃物なので気をつけてやった方がいいですよね、指も。で、こういう溝の方もね、綺麗に。はい、どうでしょうかね。
これで、あらまあ不思議全部できましたね。はい、もういとも簡単にね、こうやって渋皮も全部できました。もうこれでね、ちょっと砂糖をまぶして、あとまあこんなたくさんじゃ1キロ買ったんで、あれ全部やるんでちょっと砂糖が多いんですね。だから砂糖をまぶして、使う分だけジッパーに入れてやるといいですね。すごくこれ日本製のあれですね、新型って書いてますね。これいいですね。新潟県で作られてるものですね。それで時間かけない、もう夜鍋しなくてもね、これでこうガチガチってくるよね。さっきみたいにもう簡単に剥けたのでね、今年は楽ちんして、たくさんいい栗をね、これから見つけて冷凍して、美味しい栗ご飯とかね、まあちょっと時間があったら他のなんかものもちょっとね挑戦してみたいかなと思ってます。で今日は、生栗をね、皮むきを栗栗坊主っていうねこれを使って栗を剥いてみました。で今年はね、いい栗がね、いっぱい食べられそうです